はい、ですね、ちょっと苦情になるんですけどもね、今ね、みなしご東京ネクロの SM のね、キャンペーンやってるのに、なぜ昨日の時点で、AP 2分の1ドロップ2倍をやめてしまうのかという、このキャンペーンがあるうちは続けてもいいんじゃないかなと思うんですけど、これ計画に入ってたと思うんですけど、誰も疑問に運営さんは思わなかったっていうところに疑問を持たざるを得ないんですけども、新規さんが、せっかく新規が入ってきたとしても、これだと離れますよね。育てる勢いっていうのがないと思うんですけども、なぜキャンペーン中にはキャンペーン中は続けないんでしょうか。やること自体が簡単だからっていうふうなこともあるんでしょうけども、にしてはストーリーは条件がちょっと厳しいような気がするんですけどね。1,2,3 とここまで来なきゃいけないっていうのは結構面倒ですよね。エピソード1,2,3と3つずつあるんで、計9章くらいですかね。割と面倒だと思うんですけど、それにすら疑問が持てないっていうのはいかがなものかなとか思います。あとですね、このサイトですよね。このサイトはみなしごの仕事側からは一切リンク貼られてないんですね、ツイッター含めて。この条件、わからなくて、ゲームしてたらわかるんでいいだろうじゃなくて、案内ぐらいはしてもらいたいなっていうところですよね。で、こういった感じで、まあ、条件はね、短くなるっていうか、変更されてますけども、簡単にね、なってますけども、ちょっとね、案内がね、なさすぎる。これは非常に問題だと思いますね。楽しもうにも楽しめないっていうのが正直なとこですね。ただ単純にユーザーに対して面倒な、ミッションを与えてるだけっていうふうに近く、私はちょっと取れないですね。なのでね、もう少し新規さんを獲得して続けさせようっていう意図を見せてもらえないと、ちょっともったいないですよね。ゲームが面白いだけにもったいないと思うんですけども、いかがでしょうか。まあね、文句ばっかり言ってても仕方がないのでね、これだけにしておきますけども、あとね、まあ細かいことやいろいろね、苦情は言いたいんですけども、キャンペーンぐらいはもうちょっと続けてもいいような気がするんですけどね。ミッション自体はそこまで難しくはなかったと思うんですけどね、難しくはないんですけどね、いいキャンペーンだとは思うんですけども、限定ミッションか、これは。そうですね、そうそう難しいものではないですけど、まあ、ストーリーミッションがちょっと、すごく酷かなっていう感じですけど、それ以外はまあログインしていればできるやつなんでね、いいですけども。あと本当にね、このゲームって案内がないですね、本当に。あと何と言ったらいいんですかね、ゲーム内でのお知らせが1回しか、一度スキップしてしまうと再度見れないっていうのがね、ゲーム画面上で。どこかね、ここら辺にでもね、お知らせ機能とかあればね、いいんですけどね、それすらもないんでね、本当にね、AP 2分の1キャンペーン、ドロップ2倍キャンペーン、いつまでやるのか正直分かってなかったですね。はい。ちょっとね、そこら辺の改善お願いいたします。期待してるからこそこういう動画を出してるっていうことをご理解いただければなと思います。ではですね、この動画も終わろうと思います。最後までね、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザーダイ。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。